ミヤマセセリはセセリ蝶かミヤマセセリ属に分類される蝶の一種。東アジアから日本にかけて分布する。日本では北海道、本州、四国、九州、津島に広く分布する。前肢の海蝶が35から4 2ト、mm、ル、小型の蝶。羽の表面は茶褐色で前肢に紫灰色の樹皮模様があり、胞肢の外半分に 木大大色の小口が多数ある。メスは、前紙表面の中央部に幅広い白帯がある。オスは、前紙表面の前縁に髪型に反り返る淡かし色の製氷があり、前紙裏面にある羽長部近くの木大大部は、メスよりも狭く不明瞭。一見がのように見えるが、日本では、同類では他に類似した種がないため、識別は容易。4月に、植樹の若目基部付近や葉の裏に散乱する。 5月に幼虫となり、植樹の葉を折り返して、巣を作り、幼虫のまま越冬する。幼虫は、ブナカコナラ属のコナラ、クヌギ、ミズナラ、アベマキ、カシワなどを食草とする。成虫は、年1回早春に発生する。団地では3月下旬から発生し、寒冷地では5月頃から発生し、6月まで見られる。平地から山地にかけての落葉紅用樹林に生育し、 丘陵地から低山地にかけての手入れされた日当たりの良い雑木林などで見られる。成虫は、ハルジオン、立ちつぼすみれ、種付け花、タンポポなどの花や鳥の糞を、吸蜜、湿地で吸水、引き返るのシランを吸収する。日中に、森林の臨床を跳ねるように飛翔し花を訪れ、地面に羽を開いて泊まりに交欲を行う。日本では、以下の都道府県で、 レッドリストの指定を受けている。里山で管理が放棄され暗い林になると生息に不向きとなり、低地部で個体数が減少傾向にある。ありがとうございます。